機動部隊台湾東方海面に現れ、10月12日より3日間艦載機をもって台湾の各用地を空襲。我が方軍艦に一致の防衛陣は一丸となってこれを擁撃、激しい防空砲火を敵に浴びせかけた。敵グラマン艦載機に猛烈なる追い打ちをかける我が戦闘機、火を吐いて真っ逆さまに敵機墜落。明らかなる無差別爆撃、ヤシを倒し、民家を焼き、そしてバスの車庫を破壊して、いわば心切らぬ捨て逃げ爆撃である。しかし、我が防空陣の一撃は、島内各地に撃墜およそ160機。その残骸をいち早く集めて、これを島民に示した。大集せる敵機は3日間にわたり、延べ3000機に余ったが、よくその被害を大正に食い止めた。しかも間髪を入れず我が方雄大なる大攻勢を開始、勝利の知らせは次々に至った。敵の猛爆に対して奮撃も新たに、島民必勝の団結は敵撃滅の備えを断固固めている。来拼命，上海船，
心。塩に香る空挺隊必死必殺の陣中に生きる大和魂肺にあふれ前にみなぎり朝鮮台湾の出身者を加えて内対戦本前一体の香る空挺隊敵飛行機バッハ敵施設伐採レイテとなる敵航空基地覆滅の隊任を重く命令一下空から加える殴り込みの時は近し骨身を削り気迫に燃える隊員の猛訓練腰にさばさむ義勇と切り込み挺身の義勇と一戦すれば重敵アメリカ兵は血にまみれて倒れるであろう日本人の大義に生きんことを誓い隊長長重雄中尉は出陣の訓示を与えた時に11月26日、このため隊員を配置して出動する中隊長同士で出動日本訓練を取るぞ現在の戦況に対しては日本その場によって敵を通るじゃ空挺隊は11月26日夜輸送機4機をもってレイテ島ドラッグおよびブラウエン敵飛行場付近に強行着陸を敢行その腰部に決死突入して大なる戦果を収めた今ぞ反撃より追撃へおごれる敵を迎え撃つ海の表しは悠々笑う10月12日陸の表しは祖国へ送る必勝の決意決戦の火蓋は切られた10月12日初めて海の決戦場へ飛ぶ陸軍新鋭大撃隊百戦錬磨の最鋭海軍攻撃隊先
本と翻る菊水の旗のもと、愛ともに携えて飛び立っていく。師匠報告の赤心は人燃えて、必殺の魚雷を抱えて今ぞ反撃より追撃へ、台湾沖へ。